動画編集、小さい動画上げるのいいです。で、フィリピンの方ですね。マルコスの息子ですね。僕らの世代より上だと、イメージが悪い、独裁者のマルコスさんの、息子なんですけども、ボンボンっていう愛称なんですけども、彼がですね、引き継いだんですよね。で、路線としては、ドゥテルテ元大統領の、路線を引き継ぐ、麻薬の撲滅とかですね。あと、サラ・ドゥテルテって、ドゥテルテさんの娘さんが副大統領にいますので、路線が大きく変更しないで、どんどんさらに良い国に進んでいくんであろうというふうに僕は期待も込めて思ってます。で、周りのフィリピン人の話を聞いても、すごくマルコス、大統領は人気ですし、いい方向にですね、支持を受けながらいい方向に進んでいくんじゃないかと。コロナがまだ完全に落ち着いてないので大変だと思うんですけども、これからもですね、頑張ってほしいなというふうに